いや、でもビッグホールドの気持ちはこれ大事ですね、本当にもう。なんかこう、本当にこう、勝つためには綺麗事なんて関係ねえっていうさ、多分エバートン負けてる試合、ビッグホールド誰よりも悔しがってる感じするんだよね。いや、本当大事だよね、この気持ち。ビッグホールドグニャグニャ。いや、でもああなっちゃうぐらい頑張んのよ。あれが笑われようがいいんよ、もう。かっこいいよ、ビッグホールド。スマートにやって戦えてない選手よりもう100倍かっこいいですね、ビッグホールド。ビッグホールドはチーム化させるためには、どこまでも声出してさらけ出します。いや、本当大事。現にそれがね、本当にあの守備陣に勇気与えてると思いますよ。最後はピックフォードがいるっていう。で、あんだけやってくれるキーパーに対して、ディフェンスラインの選手もちょっと無理でも頑張って競り合おうとするしね。だからなかなか頭超えないじゃん、エバートの選手の。特にファー側のセンターバックの頭超えるとクロスって得点になるんだけど、チャンスになりやすいんだけどさ。ピックフォードとかラムズデールとかね、イングランドのキーパー気持ちある選手多いですよ。まあ、それ軸足ぐにゃぐにゃはね、もう、今も精神面の話だ。確か中村康介いいよね。もう外国人みたいだよね。中村康介見た目がね。無人島漂流生活みたいな見た目になって。いろいろみんなで、追いながら、いろいろサッカー楽しんでいきましょう。いいね、チャンネル登録して帰ってくれたら嬉しいです。そして、サッカーの戦術的なこととかいろいろね、深いところ知りたい人は、コメント欄とか概要欄からレオザ学園入学して、一緒に勉強してくれたら嬉しいです。じゃあね。バイバイ。